今週の作ろう味噌汁アニマル。用意するもの、いりこ、味噌、かつお節、野菜。1、おだしを作る。いりことかつお節をオーブンで焼き、すり鉢ですりつぶします。2、味噌玉を作る。おだしと味噌を混ぜてお団子を作ります。焦げ目がつくまでオーブンで焼きます。3、アニマルを作る。味噌玉と茹でた野菜をお皿に並べて好きなアニマルを作って完成です。お椀に移してお湯を注げば味噌汁の出来上がり。いただきます。材料のおさらいです。